キメキメモリアルガールズサイド3、兄弟三角関係編を本日もプレイしていきたいと思います。前回は動物園デートに行ってきたところですかね。そう。本当だったら、なんかあの時、いや、こうちゃんはね、いいお父さんに絶対なるよねって、なんか一番こう6人の中で、ね、お父さんやってるのがすごい想像できるよねって言おうと思ったんですけど、なんか、私の家最近、まあ、同じマンション内なんですかね。なんか子供がすごいピンポン、なんかそう、いたずらでピンポンをすごい押してくるんですよ。で、私この動物園の会話を出すのに1時間ぐらいずっとやってて、やっと出たんですよ。出た瞬間に、ピンポンが鳴って、もう、結構ね、動揺とイラつきが、もうそれでちょっとなんかね何もコメントできずに終わってしまったんですけどそう、本当はそう、あそこでさ、ねえ、こうちゃんはいいお父さんになりそうだねとか言ってさ、ほっこりするさはずの会話だったのに、何なんですかね。でもなんか今までずっとこう逃げるのが素早くて、でカメラに、あの、うちインターホンにカメラがついてるんですけど、カメラにね、そう、映ってなかったんですよ。なんですけど、そのさっきのね、ピンポンで、やっとね、顔が映ったので、ちょっと次やったらね、あの、本当に、本当に通報するぞってさっき、外のインターホンに貼ってきました。なので、これでね、安心じゃなかろうかと、もう顔写真も入手してるし、安心じゃなかろうかと思います。ちょっとね、そう、宅急便はまあ自分がね頼んでるからしょうがない、まあ基本的にね、あの時間指定してるから、指定できないやつ以外はね、この実況中には来ないはずなんですけれども、ちょっとね、あの宗教とね、あの本当、あのいたずらは本当にね、イライラするイライラして忘れかけましたが、来週が森林公園かな。え、そうだ、ルカがそうだ、好き状態になってくれないと困るんだよな。プラネタリウムに行くのにさ、この2月はプラネタリウムに行こうと思ってるんですけど、あれなんですよね、ルカが会話主の方の好き状態の会話をね聞きたいので、ダメだな。あと1回のデートどうにかならないかな。ちょっと次、でもしかもルカ嫌いなとこだしちょっと次の森林公園でダメだったら、バレンタインデーをちょっとルカに手作りのあげようかな。それでどうかしら。大丈夫じゃん。よかった。さあ、大丈夫だね。よかった、よかった。そう、こっちのね、関係性、こっちのね、三角関係図で、この、ね、ほっぺたが赤くなってる、まあ、この固い絆のね、状態にさえなってれば、好き状態会話なので大丈夫ですね。よかった、よかった。ね、じゃあ、関係はね、バッチリだったから、プラネタリウムデート。あ、まだいっか、誘わなくて。ルカ来るかな、どうだろう。じゃあちょっとそれを狙って喫茶店にしようかな。でもね、そう、好き状態
ときめいちゃうとね、ならないのかな。好き状態だったらまだいけんのかな。ちょっとまあ、もしね、二人だけだったら、ちょっとごめんね、カットしちゃおうかな。光一くん。ねえ、お茶して帰らない？悪い。今日はやめだ。嘘。それ以前の問題だった。ルカが来るとかいう以前の問題。そっか、残念。また今度ね。もう、そうしてくれ。気をつけて帰れ。ショック。仕方ない。まっすぐ帰ろう。金欠だったのかしらね。ごめん。あ、そうだ。私の誕生日があるからもしかして。で、今日は森林公園だね。ちょっと早く着いちゃったかな。あれ、光一くんもう来てる？光一くん。うん、来たが。どうしたの？早いね。あ、まあなんとなく落ち着かなくてよ。ルカ置いてきちまった。あ、悪いんだ。だよね。ちょっと待ってやってくれ。滑り込みセーフ。もうアウトだよ。走ってきた人はセーフ。ごめん、許して。揃ったな。行くぞ。もう完璧。神様ありがとう。え？飾りすぎず地味すぎず、それでいて女の子らしさ全開スタイル、まさに天使。よかった。すごく喜んでくれたみたい。寒い。寒い。ん？どうかした？やらしい。藤谷、歩くぞ。ルカが冬眠する。ああ、冷えんな。おう、あ、特別鍛えてね。もともとだ。寒いと思ったら池が凍ってる。本当だ。こう、氷の上に乗って。絶対割れるでしょ。ん？どうかした？やらしい。なんでだよ。寒い。おう、特別鍛えてね。もともとだ。しおりちゃん乗って。自分では乗らないのね。まあルカ寒いの無理だ、ね、ああ、こっち。びっくりした。今度からは予告して。危ないよ。寒くなきゃ自分で乗るのに。氷はちょっとで怖いわよね、うん、霜柱踏むぐらいでいいよ。いいよ、おいで。もっとおいで。我慢我慢。こっちのこと。
満足満足な、こう。寒い。うん、いいよ、おいで、もっとおいで。ダメだって。もうそういえばまたあのゲージ消えてるな。まあな、悪かねえ。まあ、もうゲージ、なんで消えんだろう。いいんだけどさ。ああ、どうした。バカ、チケンだよ。そう、あのいたずらがね、天使と小悪魔どっちなのかっていうのは、本気か、に関してはあのよくわからないゲージは役に立つんだよね。そんじゃ我らがプリンセスを送ってくか。寒い。うん、いいよ、俺も触っちゃダメか。もっと話したい。撫でてくれるんだ。ほら、俺の瞳には誰が。お前もう少しした。背伸びしちゃ。ガキの頃と全然。お前の瞳の中に俺がいる。やば、もっと話したい。楽しい。もっと。やば、撫でてくれるんだ。やっぱ女の子の手って。お前背伸びしちゃ。ガキの頃と全然。もう少しした。やば、返すのやだな。もっと話したい。こっち来て。こう、ご指名だ。お前誰にでもさ、もうちょい付き合い。ガン飛ばしてやがんのか。おい、やめとけ。こら、つつくな。飽きねえ。もっと誰にでもさ、もうちょい付き合い。やめとけ。こら、つつく。おっ、飽きねえ。もっと。おい、人は見てんだろうが。誰にでも触らせるわけじゃねえぞ。たまには冬の公園も悪かねえな。悪いよ。丸川、公園じゃなくても冬は外は全部ダメだよね。そうだね、ちょっと寒いけど。ちょっとじゃない。藤谷、なんだ、手が赤えな。貸せ、こすってやる。あら、こんな3人でいるのにこんなにイチャイチャしちゃって。はっ、ラブか。ラブで寒くないのか、こいつら。一日が短いんじゃねえ。俺らがはしゃぎすぎなんだ。だろ？ちょっとはしゃぎすぎ？お前らもだろ？家まで送ってくれてありがとう。後で連絡する。またね、しおりちゃん。じゃあ帰るか。またな、藤谷。あ、誕生日か。あ、ミオ、どうしたの？誕生日おめでとう。プレゼント。わあ、ありがとう。中身も気に入ってくれると嬉しい。じゃあ、バイバイ。プレゼント何くれたのかな？わあ、素敵。お風呂に入るとき早速使ってみよう。
くりした誕生日、私の誕生日なのにケーキ買いに来たのかと思ったよし、これで最後。ミオ、ちょっと見てもらえる？もう？ギフトの包装30箱もあったのに綺麗。あと20分はかかると思ったけど、すっかりベテラン。やった。次の限定セットの内容一緒に考えてみる？いいの？大丈夫かな？そろそろステップアップ、バンビのセンス見たい。私ちょっとね、びっくりするぐらいセンスがないんだよねよし頑張ろう。学生の時もそう、お前ほんとセンスないなって先生にはっきり言われたんだよね。ね、まあそれもあって、まあそれがなくてもだけど、まあ全くね、お菓子に関わる仕事は現在しておりませんので、まあ結果良かったかなっていう感じなんですけどね。はーい。いや、あ、光一くん、どうしたの？ほら、今日前、あれだろ、誕生日。あ、そうだよね。なんかすごい無理やりつなげるようだけど、この間下校断ったのはさ、指輪をあれでしょ、買ったからでしょきっと。え、覚えててくれたの？嬉しい。うん、これ。あ、もしかしてプレゼント？そういうこった、受け取れ。いいの？ありがとう。そんなはしゃぐな、中身の良し悪しは保証できねえんだからよ本当にありがとう、光一くん。あ、じゃあな。光一くんからプレゼントもらっちゃった。プレゼント何くれたのかな。やっぱりね、これを買ったからこの間お金がなくて断ったんだっていう風に思うことにしておくわ。可愛い、デートに行くときつけてみようかな。ちょっとしばらくはつけられないけどね。なんかさ、この運動の時だけよく出るのはな、何なのなんか見透かされてるお前な、ちった体動かせ、生っちろい面しやがって。ふう、もう少し運動した方がいいのかな。それはね、分かってるんですよした方がいいっていうのは分かってるんだけどね。じゃあ今日はプラネタリウムデートに誘おうかな。もしもし。あ、光一くん、藤谷だけど。お、おう、お前か。なんだ、どうしたよ。ちょっとバレンタイン、今回はバレンタインを終えて終わりにしようかな。ここにしよう。2月20日にプラネタリウムに行かない？俺はパスだ。まさかこれ、あのルカの時と同じ感じのこと言う感じ？そっか。二人じゃダメなんかよ。いやえ？いや、なんでもない。じゃあな。残念。やっぱり、そっか。2月20日にプラネタリウムに行かない？ちょっと断んないで。悪い。
やだ。俺はパスだ。なんで2月20日にプラネタリウムに行かない？なんでだろう、恋愛運も悪くないのにさ。2月20日にプラネタリウムに行かない？よかった。了解。コウには俺から声かけとく。もうコウちゃん何回も断るんだもん。じゃあ2月20日に羽ばたき駅で待ってるね。オッケー。遅刻禁止ね。うん、コウイチ君にもよろしくね。やったー、早く2月20日が来ないかな。あ、バンビ、帰ろう。あの話ね。ミオ、うん、帰ろう。今年は誰？誰って、何が？バレンタイン。そっか、そういえば渡すかどうかは考えてないよ。バンビ、隠し事？え？そんなつもりじゃ。誰？ね、あ、もう、騙されないから。失敗。そうか、もうすぐバレンタインなんだ。まあ、ルカンは三角関係。好き状態にはなってるから、予定通り手作りを紅茶でいいかな。あ、間違えちゃった。誘ってくる？あ、こういう感じ？あ、しおりちゃん。ルカくん、コウイチくん、どうしたの？映画館来ないかな？今度の日曜さ、遊びに行かない？コウと3人で。水族館に行こう。きっと楽しいよ。ああ、水族館はね、ごめん、用事がないのよ。あ、でもないけど、そうだ、ダブル大接近の会話を聞いてないから。あ、ダブル大接近の会話じゃない、ドキドキマックスのこうちゃんの会話を聞いてないから、いいか言っても。うん、ぜひ。じゃあ決まり。今度の日曜日、羽ばたき駅で待ち合わせでいい？オッケー。遅刻禁止ね。てめえが一番心配なんだよ。じゃあな、藤谷。三人でお出かけか、楽しみだな。さて、帰ろうかな。あ、そういえば私、バレンタインデーが近いのにチョコレートの準備してない。ちょっとお店に行ってみよう。今年まではね。いらっしゃいませ。お世話になるからね、このお店にも。どうしようかな。これ、相当高級だよね。だって服さ、10リッチ以下でさ、まあ冬物はあれだけど、結構さ、10リッチ以下の服って、あるっていうことを考えると、5000円ぐらいとかなのかな。まあ確かにそれぐらいするよね、チョコね。いいやつだと。ジャンポール・エヴァとか。あとはね、もういいわ。
ありがとうございました。これで OK、 家に帰ろっと。そういえばカレンとミオが手作りチョコを一緒に作ろうって誘ってくれたけど、じゃああれかな、時間的にチョコを作って終わりかな。あ、来たみたい。バンビ、お待たせ。準備はオッケー？チョコの材料買ってきた。ありがとう。それじゃあ始めよっか。ベースのチョコはどれにする？またパラが低いからね、どうせあんまりないでしょ？あ、紅茶でも食べれそうなやつ。ビターがいっか。最初のトッピングを選んで、数に限りがあるよ。次は何乗せよっか。かかってるやつってね、生チョコとかもそうだけどさ、結構唇にくっつくんだよね。ちょっとあんまりこう人がいるとこで食べる向きじゃないんだよね。まあでもこういうチョコ人がいるとこで食べないか。トッピングラスト。なんかこの間もこんなようなの作んなかったっけ私。そんな気がしてきた。仕上げよっか。ここ大事だよ。完成。大成功。いいねいいね、シンプルでかっこいいじゃん。派手なのを嫌う男子もいる。そんな人にきっと喜ばれる。そうかも。うん、上手にできたみたい。だけど渡す前にデートかな。はい、じゃあ、デート前ですが、今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。